んにちは、ひふみんです。今回は島根へ移住してから始めたクレー射撃に行ってきたので、その様子をお届けしたいと思います。そもそもクレー射撃とは、クレーと呼ばれる陶器のお皿を散弾銃で撃ち落として得点を競うスポーツです。いろいろな種目がありますが、国内では主にトラップとスキートの2種目が広く一般的に楽しまれています。僕自身、一昨年銃の所持許可を取ってから今回のクレー射撃で8回目になりました。いわゆるただの素人ですので、至らぬ点が多々あるかと思います。ご容赦ください。日本では銃の所持が相当厳しいので、許可を取るのがそもそも大変です。射撃競技においてもいろいろなルールがありますので、興味のある人はおのおの調べてみてください。トラップとスキートの2種目についてざっくりですがルール説明をしていきたいと思います。トラップは前方向に飛び去るクレーを追い打ちするゲームです。前左右の3方向がランダムに出ていきます。スキートは左右から飛んでくるクレーを打つ競技です。どちらも射台を移動しながら25枚のクレーを狙い撃ちしていきます。今までトラップだったんですけど、今からスキートの方を打ちに行きます。
はい、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